ランドルフは、アメリカ海軍のエセックス空母艦で、同級空母としては13番目に収益した。艦名は、ペイトン・ランドルフにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。ランドルフの浸水式ランドルフは1943年5月10日、バージニア州、ニューポートニューズのニューポートニューズ造船&、艦督者で寄港する。 1944年6月28日、ローズジレットによって命名浸水し、1944年10月9日、初代艦長フェリックス・ロックベーカー大佐の指揮下収益した。成長航海はトリニダードからパナマ運河を通って太平洋に向けて行われた。12月31日サンフランシスコに到着87航空部隊から12航空部隊に、 転属され、4ヶ月の作戦行動に入った。なお、この時までに、対空火器の増設等の回収を受けているのが写真で、確認できる。ランドルフは1945年1月20日に、サンフランシスコを出港した。ウルシガンに到着すると2月10日に、第58任務部隊に配属される。ランドルフは、東京飛行場及び、 日立航空機立川発動機製作所に対して2月16日、17日に攻撃を行った。18日には、父島への攻撃を行う。2月20日には、伊洋島上陸部隊への支援攻撃及び、母島上陸部隊への2度の支援攻撃を行う。続く4日にわたり伊洋島への攻撃と偵察を継続した。2月25日には、 関東地区の飛行場への3度の攻撃と八条島への攻撃を行い、その後ウルシー白地へ帰投した。ウルシー白地へ停泊中の3月11日、九州の鹿野屋基地から発進した、アズサ特別攻撃隊の銀河が飛行艦板後部に突入、25名が死亡し106名が負傷した。ウルシーでの修復後、ランドルフは4月7日に沖縄攻略部隊に参加する。 沖縄本島、家島、カケロマ島に対する航空偵察は4月14日まで毎日続けられ、15日から沖縄に対する戦闘機、爆撃機及び来撃機の攻撃支援、九州南部の飛行場への攻撃を行った。4月17日から月末までランドルフは攻撃及び偵察支援に艦載機を投入した。5月に入ると、ランドルフの艦載機は沖縄及び、 九州南部、機械島、奄美大島の海軍基地、飛行場への攻撃を行う。この時期、第58任務部隊の機関だったバンカーヒルが11日に交代したエンタープライズも14日に特攻攻撃で戦線離脱したため、マーク・ミッチャー司令官は15日より、ランドルフで指揮を取ることになった。沖縄本島への攻撃任務を継続した後、 5月29日にはグアム経由でフィリピンへ帰還した。ランドルフの次の任務はハルゼー帝督率いる第三艦隊の一部として本州への攻撃を行うことであった。搭載部隊は第12航空団から第16航空団となり、7月10日には関東地区の飛行場に8度の攻撃を行う。7月14日には 津軽海峡で船舶及び飛行場に対する攻撃を行う。この攻撃で2隻の聖艦連絡船が撃沈され、3隻が大破した。本州への攻撃はその後数日間継続された。7月18日には横須賀海軍基地の桟橋に偽装されて停泊していた戦艦長戸への攻撃を行っている。その後ランドルフは両艦と共に南西方面。 四国沖に移動、7月24日には、瀬戸内海で船舶への攻撃を行い、航空戦艦日向へ打撃を与えるとともに、九州、本州、四国の飛行場、軍需施設への攻撃も行った。7月10日から25日までで、ランドルフの艦載機は小さな、ほかけ船から、解剖艦まで25から30隻の艦船を破壊し、35から40隻に損傷を与えたと見積もられる。 ランドルフの関西機はその後も攻撃を継続し、日本降伏当日の8月15日は午前中に、木更津飛行場及び周辺施設へ攻撃を行った。戦争の終了に従ってランドルフは本国へ帰還する。9月末にパナマ運河を通過し、ノーホークには10月15日に到着した。その後マジックカーペット作戦に参加。 年末まで地中海への二度の航海を行う。1946年に入るとランドルフは、予備役兵と海軍兵学校生のための練習官となり、同年後半に地中海への巡航を行う。その後カリブ海へ航海を行い、1947年の夏には海軍兵学校生を乗せきたヨーロッパへ航海を行う。大戦終結に伴う海軍の縮小に伴い、 SX 級の多くの艦が予備役になっていたが、ランドルフも1948年2月25日に予備役に編入され、フィラデルフィアで停泊した。ランドルフは SCB-27A 改装により近代化することが決定した。ランドルフは1952年10月1日にクバ -15 に艦種変更され、1953年7月1日、 最終駅する。グアンタナモアンでの第10空母航空団との成長公開後、ランドルフは第14空母航空団を上官させ地中海へ向けてノーフォークを出港、1954年2月3日に第6艦隊に加わる。6ヶ月間にわたる地中海での活動期間にランドルフは北大西洋条約機構の各種演習に参加。 その後 SCB-125 改装によりさらなる近代化を行うことが決定し、1955年6月18日より、ノーフォーク海軍交渉にて、アングルドデッキ化を含む改装を受ける。1956年1月に改装が完了すると、ランドルフは続く6ヶ月にわたって、東海岸沖で作戦活動に従事した。ランドルフは、 飛行艦艦からレギュラス誘導ミサイルを発射した初の大西洋艦隊所属空母であった。1956年7月14日にランドルフは再び地中海へ向けて出航し、第6艦隊に合流、7ヶ月間の作戦行動に入る。10月29日にイスラエル軍が市内半島へ進行したが、ランドルフは戦闘態勢で待機した。 ランドルフの関西域は、スエズ運河付近で、作戦行動に入り、アレキサンドリアからのアメリカ市民の退去に際して退治、及び対空偵察と援護を行った。1957年2月19日には本国へ帰還する。数ヶ月間アメリカ東海岸で活動した後、ランドルフは1957年7月1日に地中海へ、再び展開した。 8月から12月の間にシリアでの政治的混乱が中東情勢を混乱させる恐れがあったためランドルフは地中海東部のパトロールを行った。1958年2月24日に本国へ帰還したが再び地中海へ赴き9月2日から1959年3月12日まで5度目の配備が行われた。 ランドルフは1959年3月31日に CVS-15 に監首変更される。その後東海岸で対戦水艦作戦活動を翌年まで指揮し、1960年9月には4度目のバトルエフィシェニシーアワードを受賞した。その後ノーフォークでオーバーホールを受け、カリブ海で作戦活動を行った後、アメリカ合衆国が行った2度目の 有人宇宙飛行の回収船となり、ガスグリソムの救援に貢献した。1962年2月、ランドルフは宇宙飛行士、ジョン・グレンの一時回収船に指定された。歴史的な宇宙飛行の後、グレンは駆逐艦のあの近くに無事着水し、ヘリコプターでランドルフに回収された。1962年の夏にランドルフは再び地中海へ向けて出航した。 西大西洋に到着すると同時に、キューバ危機が発生し、ランドルフは、カリブ海に、帰還、10月末から11月にかけて、エセックス、ホレスタル級空母インディペンデンス、原子力空母エンタープライズともに、作戦活動を行う。10月27日昼、ランドルフのグラマン S2 海上会議は、ソ連潜水艦 B59 を発見し、警告用の爆雷を投下。 午後6時には、ランドルフ指揮下の駆逐艦3隻が、さらに警告用の枠雷を投下した。B59 の艦長と政治士官は搭載していた、核魚雷で反撃を検討したが、アルヒーポフ副艦長が反対したため浮上して、キューバ沖から退去した。その後ノーフォークでオーバーホールを受け、ランドルフは大西洋での任務を再開した。続く5年の間に2度の地中海巡と、 北ヨーロッパ巡航を行い、その後はアメリカ東海岸とカリブ海での活動を行った。1963年映画コニー・フランシスのフォローザ・ボーイズ・オープニングにコニーの歌声とともにランドルフの勇士を披露している。1968年8月7日に国防総省はランドルフを含む49隻の艦艇をモスボール処理すると発表した。ランドルフは 予備役となり、1969年2月13日にフィラデルフィアで経流された。1973年6月1日まで同所に保管された後除籍され、1975年5月にスクラップとして売却された。ランドルフは第二次世界大戦の選考により3つの従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。